オートバイ、オートバイ用品、オートバイ用品は、オートバイの運用に際して用いられる道具や衣類、消耗品などの総称である。オートバイが、バイクとも呼ばれるように、用品に関してもバイク用品と呼ばれることがある。オートバイ用品は、オートバイの乗車中に用いられる道具や、衣類のほか、オートバイの保管のために用いられる道具、オートバイの保守のために用いられる、オイルなどの消耗品などが含まれ、タイヤや、 車体の装飾部品を含む場合もある。ヘルメットやオイルのように運用に必要不可欠なものから、オートバイ積載用に設計されたカバンのように、快適性や利便性が向上するものまで含まれる。オートバイ用、ヘルメットオートバイ用、グローブライディングブーツオートバイに乗車する際に身につける装備は、ライディングウェアあるいは、ライディングギアと呼ばれる場合が多い。ウェアもギアも、 衣服を意味する英語であるが、日本では特に着るものと履くものをライディングウェアと呼び、それらを含めたヘルメットや靴、手袋やバッグなどを総称してライディングギアと呼ぶ傾向がある。これらはオートバイの乗車姿勢に合わせて裁断され、防護性や乗車中の快適性を重視した作りとなっている製品が多い。中でもライディングウェアは新素材の導入や構造の工夫などによって、 通気性や、透湿性、防水性、防寒性といった機能を充実させて、季節を通して快適に乗車できることを利点とする製品も多い。機能やデザインは、スポーツ走行やツーリング、オフロード走行などの TPO に合わせて多岐にわたる。また、女性ライダーが増えたことで、女性の体型に合わせた祭壇や女性に好まれやすい、デザインを取り入れた製品も増えてきた。 なおこうしたライディングウェアのうち乗車中の姿勢や乗車中に求められる機能を優先して作られたものはオートバイを降りて散策するなどの状況では動きが制限される場合も多い事故による障害からオートバイ乗員を保護するのは一部のエアバッグ装備車両を除き身体装備のみであるこのためヘルメットの着用が放棄によって義務付けられていることに加えて 適切な身体装備の着用が、運転免許教習でも指導されている。多くの国と地域では乗車中のヘルメット着用が義務、付けられていて、オートバイ乗車用の製品には、強度や保護性能についての規格が定められている。詳細は、ヘルメットを参照ヘルメットに加えて、運転免許教習では、長袖長ズボンと手袋、足首までの長さの靴を着用することが、 指導されている。これらは最低限の装備として、点灯時に、殺菓症などの出血性外傷を負う危険性を低減するためのものである。同時に、ズボンの裾はペダルをはじめとする車体の一部に引っかからないようなものを着用することが指導されている。また一部の教習所や交通安全講習会では、胸部プロテクターを着用することを指導し、 技能教習中の着用を義務付けている。より高い速度で転倒したり事故を起こした場合にも、致命傷や重傷を負う危険性を低減する機能を持った身体装備が製品化され、オートバイ雑誌などでも着用が進められている。ジャケットやズボン、手袋といった衣類は、転倒しても路面との摩擦で容易に破れないような素材のものが使われていて、 古くは革製品が主なものであったが、近年では軽くて強度が高い合成繊維を使ったものが多い。オートバイ用として販売されているジーンズ製品の中には、一般的なジーンズ素材の木綿だけでなく、ケブラー繊維などを織り込んで強化されている。衝突による障害、特に骨格障害を低減する装備として、肘、膝、肩、胸郭あるいは脊椎への衝撃を緩和するパッドや、 プレートが製品化されている。手袋には指や手首の関節を守る機能を持ったもの、靴にはくるぶしや足の足面を守る機能を持ったものが製品化されている。大別するとジャケットなどの衣類と重ねて着用するものと、ジャケットやパンツに縫い付けられていたり、内部のポケットに収められているものがあり、その形態や衝撃吸収能力は様々である。 保護性能が高いものほど動きにくくて重い傾向にあるためユーザーがそれぞれの乗車条件に合わせて選べるように幅広い製品群が販売されている。乗員が車体から離れると膨らむエアバッグを内蔵したジャケットやダイラタンシーと呼ばれる強い衝撃が加わると硬くなる性質を持つ素材を利用した保護パッドも販売されている。 軽椎粘座などの軽部障害を低減するために首に極度の曲げ応力がかからないようにヘルメットを支える製品や肩から首の周りに展開するエアバッグ付けのジャケットも製品化されている他の車両からの視認性を高くして事故を未然に防ぐことを利点とした製品もあるこれらの製品は赤や黄色などの目立つ色を採用している場合が多いあるいは 夜間での非視認性を向上させるために反射体などを体につける方法がある。オートバイ乗車用のヘルメットには反射ステッカーを貼った製品があるほか、ジャケットや靴、バッグには表生地の一部に反射布が縫い付けられている製品もある。虫やゴミなどから乗員の視界を保護するためにヘルメットには風防が備えられている製品も多い。 シールドのないヘルメットではゴーグルが古くから用いられている。運転用グローブには高温によりシールドやゴーグルについた水滴を拭い去るためのワイパーが親指の背の部分に備えられたものもある。体が濡れた状態で走行風にさらされることは体温の低下や注意力の低下を招く場合があり安全な運行に支障をきたす可能性もあることから運転免許の教習でも運転時は 雨具の着用が指導されている。また、著しい場合には低体温症によって、代謝機能が低下して、非常に危険な状態になる恐れもある。こうした事情から、走行風による影響や、乗車姿勢などを考慮して、オートバイの乗車用に特化した製品が多岐にわたり、製造、販売されている。うっ事用として作られた雨のほか、防水性の高い生地で作られたジャケットや、 パンツもある。同様に、グローブやブーツにも雨天用のカバーのほか、全天候型の製品がある。ただし、いずれも、完全に浸水を防ぐことは難しく、襟元や袖口、縫い目からの浸水がある。走行速度が高い上また、全面の縫い目が少なくなる裁断や前合わせの、重ね合わせ構造を工夫した製品が多い。バタついたり風をはらんだりすると、生地や、 構成の痛みが速くなるだけでなく、運転動作への支障や、長時間の乗車での疲労につながることから、袖は比較的細身に作られていたり、裾や胴回りを絞れる構造になっていたりと、工夫されている。雨天用のジャケットには、リュックサックやウエストバッグを着用した状態でも上から着ることが、できるような機能を持つものもある。 雨天用のパンツはブーツを履いたままでも着脱が容易なように裾を広げることができたり、側面全体が開くように作られているものが多い。スキーウェアやスノーボードウェアで代用できる場合もあるが、高速走行時に求められる性能を満足しない場合が多い。オートバイを運用する上で、定期的な交換や補充が必要な物品で、油種類やタイヤ、チェーン、バッテリーなどが該当する。 オートバイの整備や修理をユーザー自身が行う場合もあり、オートバイ特有の工具やツーリングなどに携行することを前提とした工具セットなどがある。純正部品ではないサードパーティーによる汎用品やカスタムパーツをオートバイ用品に含む場合もある。オートバイ用品はオートバイ本体の販売する店舗で取り扱われている場合もあるが、車体は扱わず、 用品のみを取り扱う小売店もあり、オートバイ用品店と呼ばれる。部品と身体装備の両方を扱う店舗のほかに、パーツ専門店やライディングギア専門店など、商品分類ごとに特化した店舗もある。消耗品の交換やカスタムパーツの取り付けなどの作業を有料で受け負うサービスも行われている場合もあり、大型の店舗では専用の作業場と作業員を用している。 ABCDEFGH ヤマハライディングウェアの高機能総材株式会社ワイズギア2011年9月11日閲覧女性向けライディングウェアのファッション商品東京モーターサイクルショー2010ライビダースポーツ株式会社ライブドア2011年9月11日閲覧大宮自動車教習所ほか警視庁二輪車交通安全教室ほか ファクス d 3を2 0 1 1年9月11日閲覧。ヒットエア、無限電光株式会社。無限電光株式会社。2011年9月11日閲覧。AB、コラム、クレバーなモーターライフバイクンライダーに聞く、レインウェア選び。株式会社毎日コミュニケーションズ。2011年9月11日閲覧。梅雨を乗り切るレインウェアを選ぶ。 特集記事、バイクブロス、株式会社バイクブロス、2011年9月11日閲覧、ありがとうございます。